演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら伊藤園の黒糖、いや、続かない黒酢生姜湯を飲みたいと思います。黒酢の生姜湯、なんだろうな、黒酢、おっさんよく飲むんですけど、こんな、こういうのは初めて見ましたね、生姜湯。こちらの伊藤園さんは以前、昆布茶とかで随分お世話になっているんです。伊藤園じゃない、玉露園だ、玉露園。伊藤園はお茶の会社だ、同じお茶でも違う会社だ。玉露園さんは以前、昆布茶とかで結構お世話になっているのですが、これは初めて飲みますね。というわけで、楽しみです。では、まずは、ご対面。なお、こっちから切ればよかったわ。はい、中身はこういう風に、やっぱり粉末ですね。やっぱりっていうのもおかしいかもしれませんが、この中に入れておいた。あ、お水は 100cc ほどと書いてますね。混ぜるもの、混ぜるもの、あったあった。今回はこちらで混ぜていきます。はい、こんな感じにうまく混ざってくれました。見た目は本当生姜っていう印象の色ですね。どんな印象の色だよって突っ込まれそうですけど、では飲んでみたいと思います。では飲んでみます。結構刺激が強烈ですね。あなたは生姜が得意な人でなきゃったら絶対に無理ですよ、こんなの。ですね、生姜の味は飲んだ瞬間から結構強烈に来ましたね。だからぶわーっと生姜の刺激が来て、なんか生姜焼きとかの優しい刺激ではなく結構強烈に来る刺激です。なので生姜が苦手な方は、まあ、そもそも買わないとは思いますが、結構悶絶するかもしれないですね。あー、ちょっと今も来てるな。冷え性とかには効きそうな感じはしますが、ちょっと好みが分かれるかなと思います。そして黒酢は、黒酢の方はあんまり味は感じなかったですね。どちらかというと生姜の味は強烈な刺激が来ていて、完全に酸味はどっかに行っています。なので生姜が得意でも黒酢が苦手という方にはおすすめできますね。まあおすすめしていいのかどうか分かりませんが、自分はそうではない。ただ本当に好みが分かれる生姜の刺激だと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。最後まで好みのことばっかり。ツバメかな、アメか、アメナカズとマウクロワ、なんだか一生懸命さが伝わってくるような、そんな気がしませんか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞変異。